1994年欧州議会議員選挙は欧州連合 EU の議会組織である欧州議会を構成する欧州議会議員を選出するため1994年6月9日から12日に欧州連合加盟各国で行われたヨーロッパにおける選挙である欧州連合加盟国であるスペインにおいては1994年6月12日に行われた 本校ではスペインにおける欧州議会議員選挙の概要と選挙結果について取り上げる。出所、コンスルタでレスルタードースエレクタールズ、ナバーラ住民連合を含む、カタルーニャ社会主義者等を含む、p s c 2に2議席が配分された、スペイン共産党を中核とした政党連合、スペイン共産党に7議席、カタルーニャのためのイニシアティブと社会主義行動等に、 それぞれ1議席が配分された。バレンシア住民連合とマジョルカ社会党イコール、マジョルカナショナリストを含む、カタルーニャ民主集中に2議席、カタルーニャ民主連合に1議席が配分された。1994年欧州議会選挙において、バスク民族主義党やカナリア諸島連合、バレンシア連合、アラゴン地方主義党、ガリシア連合、 マヨルカ連合によって結成された選挙連合。議席は格闘持ち周りで配分 PNV, CC, UV, パール、CG。エウスコアルカルタスナ、カタルーニャ共和主義左翼、ティエラ・コムネーラ・カスティーリア・ナショナリストと、カタルーニャ行動、アイビーサ・ナショナリスト・エコロジスト協定からなる選挙連合。前回選挙の諸民族の左翼と比較。 アンダルシーア主義党とアンダルシーア社会党による選挙連合。前回選挙のアンダルシーア主義党と比較。ありがとうございます。